皆さん、横浜開港祭おめでとうございますということでですね、今日はすごく天気が良くって、もう開港祭日和、臨港パークの方にお越しください。すごくたくさん、楽しい催しがございます。はい、もうすっごいたくさんの方々がね、来られてますんで、皆さんですね、3日間楽しみましょう。はい、では横浜開港祭のイベント会場をぐるっと回ってみたいと思います。会場インフォメーション入りまして、左手の方からですね、横浜浦島太郎紙芝居の上映とか面白そうですね。では今度インフォメーション入って右側の方のブースですね、シューマイの崎陽軒、横浜といったら崎陽軒ですよね。スタンプラリー本部ですね。はい、水族館ですね、福島県のいわき市の水族館ですね、アクアマリン福島から水族館の、出展があります。そしてエコステーションですね、ゴミは皆さんエコステーションの方にお持ちいただいて回収していただいてます。こちらもかなり人気ですね、子どもたちがたくさん並んでます。何店舗かお店出てるのでご紹介していくと、まず NPO 法人ライフスタイルさんですね、大地を守る会さんですね。雪野菜のプレゼンのキャンペーン中です。はい、雪野菜のお店だそうです。面白いのがありました。伸びるアイスですかね。ここはこれ伸びるアイスですか。あ、本当に伸びる。はい、どうぞどうぞ。すごいテンション高いお兄さんがトルコアイス伸ばしてます。なんか、はい、これも自分で組み立てて木で何かこう組み立てて作っていくっていうものですね。お姉さんお兄さんと一緒にみんな頑張ってますね。表情取れてる？うん、あ、すごいね、自分で掴んだの？うん、うわすごい、いっぱい取れる。かわいい、つぶらな目してますね。ナマケモノってすごく寝てるイメージですけど、活発に、かわいい。あ、おおすごい、なんか落ち着きますよね。あ、はい、なんか着てて楽です。はい、なんかこう包まれてる感じです。はい、はい、飛べそうな、飛べそうに、はい、優しさに包まれちゃった。はい、いやでも貴重な経験です、本当に。本当ですよね。はい、嬉しい、楽しい。お花の形に見立てました、オレンジピールが。はい、でチーズの味がね、レモンの味なんで、この暑さでさ、お口どけ爽やかだと思います。第5回横浜スイーツパラダイス見事優勝しましたのは、キユさんのお花畑のチーズケーキになります。おめでとうございます。上に乗ってるの、これは何のお花ですか。これをリンゴで作ったものになってます。横浜スイーツ&カフェ専門学校さんです。おめでとうございます。Thank you.
横浜発祥のものや今度交代、こっちが攻撃ラド行くよ、今度こっち攻撃、いいや、もう戻ってまた始めればいい、始めて、もうそうそうよくろ、ちゃんとまでは電車で約30分、特別機動線だと